お元気ですか？ヨゼフです。英検、準2級と2級対策、単語、熟語の研究です。では、始まり。単語、熟語の研究、第15回です。はい、1番目の単語は、愛。これは、目そのものではなくて、目の働きを問題にしております。監視の目というのはですね、一応分かりやすい説明だと思います。I keep a good eye on her で、私が彼女を監視します。と言って、彼女がなんか変な人で、ずっと見てないといけないということでもなさそうな感じがするんですね。で、彼女がどんな人かによるんですが、彼女の面倒を見るというような時にも使えると思います。似たような言葉に watch っていうのがあるんですが、これね、watch TV とかでテレビ見たりするとかっていうのに使いますけども、人が人物ことを見張る監視するという時にも watch って使えます。watch my suitcase だったら、私のスーツケースを見ていてください。これじーっとスーツケースをね、本気で見るんじゃなくて、見ないといけませんけれども。何のために見るか。見張っておく。でもスーツケースが勝手にどっかに行くわけでもなくね。危険物でもなく、どういう時に使うかっていうのは日常的にね、常識的にわかると思うんですが、辞書にはそんなことまでしつこく書いてなかったので、最後にちょっと書いてみました。共に監視するという日本語訳になっていますが、見守るような意味でもあると思います。注意してみるが、意味的には近いかもしれません。で、彼女は必ずしも要注意人物ではありません。スーツケースも危険物ではありません。盗難に遭わないように見ているだけの話ですよね。はい、続いてはですね、not always、 もう部分否定なんです。部分否定たくさんいろいろややこしいのもありますけれども、その中のもう代表的な表現 not always、 もう部分否定といえばこれ必ず高校生だったら勉強するでしょう。で、2つ意味ありまして、丸1の方、いつも何々である何々するとは限らない。 I'm not always free on Sundays で、私は日曜日はいつも暇であるとは限らない。暇のこともあるし暇じゃないこともあるって言ってはるんですね。丸2の方はちょっと難しいんですが、通例、総称名詞とともに用いまして、必ずしも何々である何々するとは限らない。 Great men are not always wise、 偉人が必ずしも賢いとは限らない。で、 not always、 訳し方として2通りあるということをちょっと覚えていただいて、実は英検でデータの1番の方なので簡単なんですけどね、とりあえずいつも何々であるとは限らないと覚えれば大丈夫でしょう。はい、カッコさんは look like なんですが、 look like の後に目的語がポンときたら、外見上、人、物、ことが何々のように見える。これすごい簡単なんですが、英検で出てるのはですね、ちょっと違う形で出てまして、It looks like that 説ですね。that は省略可能ですが、後ろに文が来るんですよ。で、雨が降りそうだというのを、It looks like it is going to rain。that は省略して。で、口語表現だったら、It looks like rain なんです。これももちろん馴染みで雨が降りそうだ。で、もう少しこう範囲を広げていきますと、It looks like の後に普通の文が来まして、It looks like I'll not be able to visit you this weekend。今週末はあなたの家に行けそうもないようです。いけませんっていうね、ズバリ言うとちょっとあまりにもね、失礼な表現になってしまうということなんでしょうか。で、I'm not able to visit you this weekend って言ったら十分通じますけどね、今週末ね、あなたの家には行けませんっていうような感じになっちゃうから、行けそうにないんですよねっていうふうに語尾を丸く言ってるんだと思います。さて、その次、テイクね。もう時間をかける、時間を必要とする、時間がかかる。お金がかかるときにはかけるときにはコストって言って、時間かかるときにはテイクっていう、もう中学生にも教える内容なんですが、その使い方はかなりややこしくて、最初の例文ね。The novel took him 2 years to write. 彼はその小説を書くのに2年間かかった。ほぼ同じ内容をあと3通りも入れてしまうんです。He took 2 years to write a novel. これは人を仕事すると、その人がある仕事をなすために意図を持って一定時間を費やす場合を言う。日本語訳ね、難しいんですけど。彼はその小説を書くのに意図的に2年間かけたってことですからね。その次の例文が私としてはおすすめで、It took 2 years for him to write the novel. 結果として2年間がかかったことを客観的に表す。彼がその小説を書くのに2年間かかりました。微妙なニュアンスなしで、もう客観的にドンっていうだけ。もう一つまだあります。It took him 2 years to write the novel. この日本語訳ね、彼がその小説を書き上げるのに2年間もかかってしまったという後遺者の長い苦労を含意する。というように4通りも実は辞書に載っておりましたが、3番目の It took 2 years for him to write a novel を覚えておけば英検レベルでは OK ということでした。はい、その次はですね、助動詞の用法で must have プラス過去分詞何々したに違いない、何々であったに違いない。で、have プラス過去分詞じゃなくって単純な形の must プラス原形だったら中学レベルでもあるんです。 You must be hungry、 あなたはお腹が空いてるに違いない。これ私は中学生に教えるときはね、 must の後に動作を表す言葉が来ればあなたは何々しなければならない、 must be なんとかだったら何々であるに違いないというふうに2種類あるんですというふうに教えます。で、これはですね、 I'm sure that you are hungry で、あなたがお腹が空いてるということを私は確信している、だからお腹が空いてるに違いないという表現ですね。で、これは中学レベルで、高校レベルでは must have plus 過去分詞となって、あの時、何々したに違いない、何々であったに違いない、You must have been hungry、あなたはお腹が空いていたに違いない、I'm sure that you are hungry ですね。動作動詞でもいいんですよ。You must have left your gloves in the locker room、 あなたはロッカールームに手袋を置き忘れたに違いない、 I'm sure that you left your gloves in the locker room ということで、ちょっと難しいんですね。こんな簡単な説明でなかなかわからないと思います。ぜひ文法の本で見てください。must have プラス過去分詞必ず載っています。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を、よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。